にちは。やっほー、こんにちは。今日はね、波動があって、あの波動はマジでいつも帰ってくるのめっちゃ遅くなるんで、あのちょっと今日はね、昼前に行く前にちょっとだけやって今日は波動に向かいたいと思います。いやー、波動めっちゃ久しぶり、ファイナルぶりなんで、いつぶりかわかんないですけど久しぶりですね。何ヶ月ぶりなんだろう。まあ今日は頑張りたいと思います。どんな感じなんだろう、なんか変わったんかな、いろいろと。別に変わってないか、ファイナルから新波動って特に何も変わってないのかな。なんかいつも通りエナジーがどうのこうの、ボールがどうのこうので合ってんのかな。変わってないかと。だって変わってないか。え、なんかさ、え、商品ってさ、マジでさ、商品ってさ、一応さ、今でもなんかあるっぽいんですけど、あるんですかね。なんか前までは最近だったら優勝したら好きなとこ行けるみたいなだったんですよ。今も優勝したら好きなとこなんですかね、それとも指定なのかな、前みたいに。好きなとこ行けるだって。あ、ほんと自由なんだ。へえ、いいね。普段行かんようなちょっと遠いとこに行きたいですね。ただ一泊二日やから何も本当にできんけど。だから私的にはやっぱりご飯が割と自分の好みなところに行きたいな。やっぱり食、やっぱり食がねいいよね。やっぱ食がね一番。福岡行きたい、福岡行きたい。なんなら大阪にして、なんかもはや一泊二日だから大阪行くじゃん。でその日は多分何もできんのよ。でもあえて自分でその一泊はあそこのホテル、波動の取ったホテルで、二日目違うホテル取来るかなんかして、ユニバとか行きたい。逆になんか行くんだったらなんか一応延長料金自分で払ってでも、まあ、ユニバとかなんかそのなんだろう、プラスアルファ、いやもったいないがならないとしたいなとか思うよね。まあ自分のスケジュールにもよるんだけどさとかめっちゃいいなってちょっと思うよ。そうっていうのもいいな、うん、って思ったりするよね。九州に行きたいな。半分西に行きたい。誰と行きたい、うーん、ママか妹。でもちなみに私まだ石川使ってないんですよ。そう、宮崎は行ったんですけど、石川はまだ行ってなくて。そうでもね、多分ね当分行けないですね。なんでかって言ったらもうスケジュール的にもう空いてないのが、もう本当に今んとこスケジュールマジカツ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 って感じで、毎日何かやってるぐらいカツカツだから無理だしそうもう10月
9月も絶対忙しい。10月武道館もあるし、もう行くとしたら11月か10月の武道館終わってからとかになるかもしれない。でもあんま寒いと嫌やねんな、外出たくないから。まあ暑いのも嫌やねんけど、まあ優勝したいですね。今回誰が敵だったのかしらって感じ。ね、なんか見たんだけど忘れちゃったんだよ。どっか乗ってないかな。かわいいサンリオパフェシリーズ、かわいくないこれ。不意に違うものを見つけてしまうっていうあたりが、ヤバタニエ。でもって波動はどっか乗ってないかな。まあいいや。とりあえずもう勝ちましょう。マジでみんなエナジーよろしくお願いします。お願いします。多分七瀬はいっぱい来そう。だって七瀬はもう波動ラストだから、のラスト波動なんですよ七瀬さんね今日。だからきっとエナジーはいっぱい溜まると思う。で大西はファンの人いっぱいいるから、あのエナジーいっぱい溜まるんで、ゆりなだけお願いします。皆さん協力してください。マジうちだけヘッポコピンピンだったらちょっとみんなに迷惑かかってしまうからさ。チームプレーなんで、マジでよろしくお願いします。うーん、私どっちかっていうと攻めなんですけど、七瀬はどっちなんですかね。守りなんですかね。大西も攻めですかね。七瀬は守りだった気がするな。大西はどっちなんですかね。チーム違うかったか分かんないな。あ、大西はどっちもなんだ。へえ、じゃあどこと組むんだろう私。うーん、大西が2回パターンか、七瀬が2回パターンかじゃない。攻め、私が攻めだから、で七瀬が守りでしょ。で大西が攻めって言ったら守りが1人しかいないから七瀬が2回だし、誰とペアだろうか。まあでも七瀬か大西かどっちかやね。七瀬は守りだから、で大西もどっちもできるんだったらどっちもだし、逆に前のメグさんみたいに1回戦は守りで2回戦は攻めみたいなパターンもあるじゃん。大西が2回出てみたいなこともあるから、うちの時は守りで出て七瀬の時は攻めで出るみたいなパターンもあるから、
果たして今日はどのパターンなのかしら。でもまあ私は相変わらず攻めの姿勢でいきたいと思います。守りできないんだよね、うち。あんまや守りあんまやったことなくて。そう、だから私は攻めかな、3点セットかな、今日もいつも通りな感じ。まあゆりなちゃん得点を入れられずとも避けることを頑張りたいなと思います、マジで。まあ、前回のね波動ファイナルはちょっといい試合しすぎちゃったから、私がマジ今回ちょっとハードル上がっちゃってしまったんだけども調子が良かった。私調子いい時はマジで調子いいんだけどな、調子悪い時ほんと調子悪いからさ。そうなの、めっちゃうまい時はねめっちゃうまいんだけど、うまなんか調子悪い時はねほんと悪いからさ。そう、ただファイナルの時はめっちゃ調子良かったん、なんかすごかった、覚醒しちゃったかもしれないかもしれなかったぐらいやばかったから、まあ今日はどっちだろうって感じ。そう、みんなね、そうなの、みんなね避けるのがすごい上手くなっちゃったから、なんか点取るというよりかは失点しないことが結構大切になってきちゃって、今までが点取り合戦だったの、もうとりあえず当たって点取った方が勝ちみたいな、だけど今は得点数が少なくて避けたもん勝ちみたいなのがすごいから、とりあえず避けることを頑張らないと、1点の失点が結構痛くなってきちゃってるから最近の波動って。だからとりあえず感じかな。ももちゃんファイナル攻めでやってたと思う。じゃあ七瀬が2回出るのかな、守りだったら。あんま分かんないけど、まああっち行けば分かるか。なんでまあみんな、私どこと対戦なんだろう。みんなよろしく、エナジーよろしく。マジでもうだからさ、みんなさ避けるのが上手くなってさ、失点をしないかで、失点をしない中での1点が大きくなってくるわけですよ。だからね、ということはね、何が大切かってなると、そうです、そうです、皆さんのエナジーがとてもまた大切になってくるんですよ。あれは本当に結局ね、やっぱりそのパラメーターが低いとなかなか、なんだろう、なかなかやっぱりこのいい結果にね、どうしても結びつかないんですよ。やっぱりもうみんなの技術がすごくなってきてるからこそ、そこのなんだろう、パラメーターの差にね、やっぱまたなってきてるんですよ。だからパラメーターが弱いと結構勝つのきつくて、なんでマジでみんなには本当に協力してもらえたら嬉しいなと思っています。マジでガチでウィッシュなんだよ、本当にやばい、マジで本当に。いやー、もうゆりな、それでさ、どうする、パラメーター低かったらもうちょっと本当に点下げってなっちゃうから、みんな本当によろしく。みんな仕事の合間、おトイレ行ってきますって言ってバロメーター投げてください。本当に本当にね、バロメーターが低いときはねグサってくるからね、頑張ります。いやー、マジで緊張するわ、ちょっとどうしよう、本当にバロメーターマジでよろしくお願いします。いやー、ちょっとバロメーターチーンってなっちゃうかもしれない。
指示は誰が出しそう、指示ね、誰が出しそうなんだろう。指示ってあのあれ監督の指示のことかな。誰が出すんだろうね。てかうちらの前のねチームのチーム4は監督毎回変わってたからさ、固定じゃなかったんですよ。だから今回さ、うちらのその監督ってさ誰がなるんだろうね。全然知らないんだけど誰なんだろう。気になる気になる気やわ。気になる気。枝毛発見。コーチいないの？今回いないんだ監督。え、マジ？いないの？うっそー。マジか。え、いないのか。いないのか。ちょっとそれやばくね。それちょっとやばくね。やばくね。私だって今回新しくなって初めてだから全然知らないんだよ。そうなの。だってまだ初めてだもん。ステッカーゆりなちゃんのだったよ。だってありがとう、嬉しい、大切にしたよね。え、監督いないの？そっか。え、でコーチいないのか。今までさ、だってキャップがさ、キャップと誰かがなんかなんだっけ、なんかサポーターみたいなやつやってたんだもんな。とりあえずヤバめたんじゃん、そんなの。なんかユニのファンの人何人か当たったって言ったから、とりあえずボールくださいってことで。そうなんだ。なかなか大変ですな。今回チーム多くない？ 1,2,3,4,5 チームもあるの。5チームでどうやって戦うん？ 5 チームってむずくない？戦い方どうやって戦うんだ。ちな誰？キョッコ？アイケジョコ？発表しちゃいけない？相手って発表されてない？チーム4やね。え、チーム4やね。どういうこと？あー、どっかお休みなんや。はあ、ほよごか。あ、別枠。誰、ちょっとメンバー見せてよ。ちょっと、おい、はい、そっか、17期生さんたちがもうチームっていうのであるから、18期生ちゃんが今までの17期生ちゃんみたいな感じのやつ。意外に17期生ちゃん強いかもね。だってめっちゃ17期生ちゃんってさ試合やっとったよな。ね、そうだよね。そっか、うん、オッケー。じゃあとりあえずみんなはエナジーよろしくお願いします。もうエナジーだ。
エナジーよろしく。あ、3位なのうちら。1位はココアロドスダチームだって。チケットのお宅には何ができるの？え、エナジー投げてください。エナジー、エナジー、エナジーを投げてください。え、今回配信ないの？波動って会場の人だけ？もしかしてなんか新しくなって全然さ分かんないんだけど、そのあれがなんか変わったんかな、いろいろと。全然聞いてないし全然知らないんだけど、あるよね。だってあるでしょ。だからびっくりした、そんな配信ないなんてね。どんそんなの勝てないよ。全部キンキンになってまうやないかいって話やんな。びっくりした、そんなそんな どないな戦い方やねんと思った。急激にルール変更始まったんかと思った。焦るてみんな、やめてや、マジで怖いて。もう怖いて。もう初めてだでさ、もう信じてまうから普通にみんなのこと。本当に雨がすごいし、もう雨がすごい、もうやばい。これこの雨どうやって行く、みんなどうする、どうする、みんな。雨やばすぎて泣きそうなんやけど、あんなカンカンでりやったのにブワーって降っとるよ今。そうブワーって降った、もうやばい。嵐の夜には歌わないといけないぐらいマジでやばいよ。びっくりした、あれあんなカンカン照りどこ行ってんって思ったぐらい台風が近づいてきてる証拠ですね。なんでこんな私が外に出ると、いやでももう最近毎日外出てるから、もう外出てない時ないから別にいつ降られても一緒やねんけど、はあ、じゃあせめて外で変時間に降ってほしいなって感じです。じゃあそのわけで終了にしよう、もうちょっとして出るから私もいいね。そんな感じで明日は、じゃあ今日はとりあえずみんなエナジーをよろしくっていうことだけ、これは一番の重要ポイント今日の。あ、嘘嘘間違えた、2つ。今日の一番の重要ポイント、波動のみんなユリナにボールを絶対くれることと、あとは、エナジーをユリナに絶対投げることと、これ 100% ね、圧。そう、あとはあの今日の23時59分までなんですよ、あのファンイベの屋形船が、今日の23時59分までで、再配達じゃなくて再申し込みしない、今んとこ再申し込みはしないって事務所の人に聞いたら言ってたので、もう今日が締め切りっていう感じになってまして、まあ本当のことを言いますと定員割れはしていますので、本当にちょっと本当に申し訳ないんですけど、まあ、初めてのファンクラブイベントで、まあね、実際にね申し込んだよって言ってくださってる方もたくさんいらっしゃるのは存じ上げてはいるんですけども、まあ、目標というか予定しているのよ、はるかに割れてバキバキな地割れ状態なので、まあよかちょっとね、まあ、ファンクラブに入ってへんといかんっていうのがちょっとハードルがレベルに高すぎると思うんですけど、まあよかったらね、ちょっとまだあと 半日ありますので、気になってる方がいたらね、ちょっと検討していただけたらすごく嬉しいなっていう風に思っております。やっぱ初めてなので1回目大盛況だったねみたいな、もう定員余りっていうんですか、なんだっけ、定員割れの反対ってなんだっけな、定員余り、定員オーバー、キャパオーバーになっちゃったっていうぐらいこう盛り上がれば、じゃあ2回目はもっと何か大きい箱でとか、もっとじゃあちょっと豪華にしちゃおうかなとか
グッズも出しちゃおうかなみたいな、なんだろう風になると思うんですけど、まあちょっと今のところちょっと厳しい、多分2回目ももしかしたら今回あんまり集まらなかったから2回目はもうちょっと先にしましょうとか、グッズもちょっと2回目はやめときましょうってなってしまう可能性がちょっと今のところ高くて、まあね、私のファンの人が少ないのが悪いんですけども、ちょっとね遊びに来て迷ってる人がもしいたら遊びに来ていただけたら、私自身すごく嬉しいし、まあ今後ねもし2回目ファンクラブやるときにも事務所の人にももっとねこうしたいああしたいってこういろいろなことがファンの人がね、結構ファンの人もゆりなにこうお話し会の時とかになんか〇〇やらないのとか〇〇してほしいってこう言ってくださるんですよね。そういうのをこう今回もファンクラブやるってなファンイベやるってなった時にこう私自身がそのファンの人がやりたいって言ってたようなことをこうバーッと書いて、まあ事務所の人にこう出したわけなんですけど、まあそれがこうなんだろうな、やっぱりなかなか人が集まらないってなると通らないっていうことがすごく多くて、だからこうやっぱり人がいっぱい集まるってなると事務所の人もまあでもいっぱい集まるんだったらまあグッズ作ってもいいよとか、もうちょっとそういうことしてもいいよってこうファンの人が本当にやりたいって言ってくださってる声も通るようになってくると思うので、まあちょっとねそんな感じで、まあ来てくださる方は本当に一緒に楽しい時間を過ごせたらいいなというふうに、思っていますので、まだあと開催まではね1ヶ月ぐらいあってまだ先なんですけども、まあまたなんか質問、まあねちょっとね、そうまだこう具体的なことしか発表されてなくて、そこまで細かい中身とか、まあ、まだね詳細がこう決まってないというか降りてきてないんですよ。正直その私も事務所の人に聞いてるんですけど、まあ、事務所の人もね私のマネジメントだけやってるわけでもないのですごく毎日忙しいので、その何回もこれどうなったんですかこれどうなったんですかっていうのは聞けないので、またちょっと私から分かったりとか、あとはまあファンの人がもうなんだろうな、前回のあの生態イベントの時とかもファンの人がなんか質問、例えば何が質問あったかな、なんかいろいろ答えたんだけど忘れちゃった、なんだっけな、あ、まあ、プレゼント持ってきていいですかとか、なんかそういう、あとは写真だったかな、なんだかな、なんかねいろいろね質問が来てて、それを私が事務所の方に聞いてどうだったかってこう755でファンの皆さんだったりショールームで返したと思うんですけど、またね細かいことが決まってキンキンになってきたら、まあ私からもこう事務所から降りてきた情報を皆さんに提供しますし、まあ、もしそれを聞いて、まあ、疑問に思ったことがあれば私もそれをこういう風に聞いてましたっていう風にこう聞くので、まあ、また近くなってきたらぜひ、まあ、質問あれば聞いてくださいって感じで、あとは何だろう、もうね再販はちょっと終わったんですよ。12時までだったんでお話し会と個別握手会の再販は12時までだったんで、今日1時がね、まあでもどうせ次2時が始まるんで、まあもう言っちゃうんですけど、再販ね始まるんで、どうせまた次がね。でちな今ねゆりなちゃんがとりあえずおすすめしてんのはそのクリスマスの日をおすすめしてるんですけど、全然今のところ余裕でまだまだあります、キャパ。よかったらおすすめです一応ねおすすめなのはっていうのを作ったんですよ今回。とりあえずなんかその完売を出すにはここがっていうのを作った方がいいっていうことで、12月23と24がおすすめですよって、まあクリスマスなんでねっていう風にね一応設けさせていただいております。そしてオンラインはですね2024年のね1月のね13と14
と15は残りわずかまで残りわずかということで、あのまだ残りわずかには達してないんだけど、残りわずかにもうちょっとでなりますよっていう、ちょっとあのまだまだいっぱい剣はあるっていうことなんですけど、そうですね、3段階空いてますよ、残りわずかまで残りわずか残りわずかなんですよ、その真ん中ですねはい、というわけで、まあ、オンラインの1月のその13、14、15は残りわずかまで残りわずかで、まあ、オンライン撮ろうと思ってる方はこの日程の3つをまあ、やっていただければって感じですかね。あの普通にそのリアルの方は全く何にもないですので、あのどの日を取っていただいても、もうご都合に合う日を取っていただければ、まあおすすめはクリスマスだよみたいな、いや握手会はもう少しでもないし、残りわずかまで残りわずかでもないです。あのはい、そこに達してません。残りわずかまで残りわずかにも達してないので、全然あの全部大丈夫です。はい、空いてますよって。まあなんでとりあえずあのおすすめはクリスマスですよって言ってるんですよね。はい、クリスマスも完売しないなんてマジでやばい本当に。ああ、昔はクリスマスすぐ完売したのにな。ああ辛い。頑張りましょう。あ、頑張りましょう。私も昨日ちょっと今日の12時まで違う。あの再販だったからちょっと画像作ろうと思ったんですよ。昨日ね帰ってきたのが結構遅くて。まあ、ご飯食べてお風呂すぐ入っていろいろしてた、まあ、1時ぐらいだったんですけど、画像作ろうと思ったんですよ。だけど明日ね、そのガンバップ福島のレッスンが入ったんですよ。やばい起こさなきゃってなって、その夜の1時過ぎに黙々と振り起こし始めちゃって、ちょっともう終わったら眠すぎて、ちょっとねもう劇場やってたから眠すぎて画像作れなかったんですよそうだからちょっとあの今日の分のやつはちょっと作らなかったんですけど、すいませんね。だからとりあえず告知だけやったの、告知だけ写真だけ載せてね、あれだけ載せたんです。ちょっとすいません、マジで本当に申し訳ない。ちょっとそこまでやる元気はなかったです。まあそんなわけで明日はね盆踊りなんで、皆さん、え、明日盆踊りだよね、あ違うっけ、あ違う違う違う、明日はお前盆踊りじゃねえわ、明日はレッスンだ明日はレッスンで明後日が盆踊り、まあ、盆踊りもう、あーもうやばい、盆踊りも皆さん楽しんでいきましょう。多分大西のファンとかの人だったら、大西が去年出てたからどんな感じか知ってるかもしれないんですけど、ちょっとそれ以外の人は分かんないかもしれないんですけど、まあてな感じでね。まあお知らせといえば今んとこそんなもんかな、自分のねな感じです。なんか全てが切羽詰まってる感じがして、すごいファンの人に重圧を強いてあげてしまい、マジで申し訳ない。いやごめん、もう全部私が悪いんですけど、ちょっと皆さんに協力していただかないと、ファンイベとかお話し会とか握手会とか、もうなんかちょっとあんな人に協力していただかないと、無理なことばっかりをちょっと本当にお願いしてしまって大変申し訳ないんですけど、もうちょっと頑張れるとこでは頑張るんですけど、ちょっと、うん、そう完売とかはちょっとファンの人の力を借りないとどうにもできらんので、そこだけはちょっとお願いします。という感じでちょっとランキング読んじゃいますね、時間なんでね。13位春太郎さん、12位ヤングさん、11位キリアさん、10位幻さん、9位カズさん、8位岡山さん、7位ナッティさん、6位沢本さん、会場で応援するねーだってありがとう、5位ジェリーさん、4位チカイシーさん、3位シンドさん、2位メトロポリスさん、そして今日の第1位はあのね仰天天使最高さん、ありがとうございます、ありがとうございます。というわけで今日この後ね、波動の会場でお会いできる方は波動の会場で、配信でお会いできる方は配信で、お会いしましょう。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。また、明日の配信でお会いしましょう。バイバーイ。